僕とアドルフはよくリンツの市街を歩き回った。まるで犬小屋やな。そしてアドルフは目につく建物を必ず披露した。ここの街並みは一掃して道にすべきや。アドルフが何より熱狂していたのは都市計画についてだった。はあ、ナットラン、ナットラン。誰や、こんなアホな街を作ったアンポンタンは。役所は古びたゴシック様式でなく、もっと近代的にすべきや。博物館にはフリーズ装飾を施さんとあかん。嘆かわしい。なんで誰も文句の一つも言わんのや。誰だって街並みに不満もあれば、要望も持ってるよ。うん？だったらなんで買えんのや？そんなの決まってるじゃないか。莫大なお金がかかるからだよ。アドルフの話にはついていけないよ。そんな実現不可能なこと考えてどうするんだよ。はあ、何を言うかと思えば、そんなんやから何も変わらんのや。クビチェク。お前は建物がどうやって建てられるか知っとるか？まず土台を作ってから骨組みを組んで。ちゃう。そんな現場レベルの話とちゃうねん。ええか。建築はまず計画があって、それに権威がついて動く。そして資金が加わって実現するんや。だから、計画がないことには何も始まらん。ワイはそのための計画を日々考えとるんや。でも、そんなことを考えても無駄なだけだよ。僕たちは子供だよ。仮に将来、僕たちが成功したとしても、僕は人気オーケストラの指揮者、アドルフは売れっ子の画家、デザイナー。僕たちが大人になって、目指す職業に就けたとしても、一つの都市を根底から作り直すなんて無理だよ。そんな話ならワイは聞きたくない。ええわ、一旦この話はしまいや。